こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。パンジーの楽しみ方なんですけど、今こう結構もうこんもりすっごい綺麗に外で咲いているんですけど、そんなパンジーをこうやってどんどん切り花にして、でグラスとかに刺してお家に飾るのはすごいおすすめです。食事のテーブルのとこに置いたりとか、そうするとまたパンジーの元の苗もまたそこからこう日が当たるようになって、またわき芽が出たりして、でもう6月ぐらいまでバン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 こう切って、最後の最後まで楽しまれるとすごくいいと思うので、こうやってすごく丈が伸びてきたら切ってね、お仏壇にお供えしたりとか、トイレに飾ったりとか、家中玄関に飾ったりとか、家中にこうやってもうパンジーのブーケみたいにいっぱい切って刺して、これを飾られたらすごい楽しいと思いますよ。ぜひおすすめです。すごいこれおすすめです。今から背丈がどんどん伸びてきて、なんだか樹形が乱れてきたら、どんどんこうやって切って切り花にすることをおすすめします。先日ドライフラワーにしていたクリスマスローズがすごい綺麗に乾いたので、あともうちょっと庭のどんどん干していこうと思うんですけど、これ同級生にあげるんですけど、すごい可愛く乾きました。クリスマスローズのドライフラワーもすごいおすすめです。庭からクリスマスローズ取ってきました。種はね、1年前とか2年前とか結構こぼしたのが、こぼれ種で結構出てきているので、もう種ちょっとこぼさなくていいかな今年はと思って、同級生のためにドライフラワーにします。同じ大きさの合わせて、やっぱり輪ゴムなんだよね、ドライフラワーってゴムが乾いて細くなっても締まってくるから落ちなくて、やっぱりゴムがいいね。ちょっと輪ゴムが足りなかった。すごい綺麗に乾くから、この時期何でもいろんなもの干してみるとドライフラワーになりますよ。結構このクリスマスローズのドライフラワーはすごい可愛いよね。こんなちょっとグリーンがかってきている、このこれ綺麗だと思うな、乾くと。もうこれで全部うちのクリスマスローズの花は切ってきました。で、新しい葉っぱがいっぱい出てきてるから、この花の葉っぱ切っても大丈夫だからね。よいしょ。こんな花だけのやつ、茎がない。これもでも縛ろう。長いのと一緒になっちゃったけど。縛りにくい。はい、OK ですね。これで干します。この、私は、このね、レース越しの、カーテン越しの、なるべく高いところに干します。さあ、そうすると、やっぱり上の方が乾きやすいので、あんまり下じゃなくて上の方に
こうやってカーテンレールに吊るすのがいいと思う。ちょっと待って、春の植物が咲いたらとりあえずね干してみたりすると、綺麗に乾いたらこれは成功したとかわかるから。よいしょ、あと2つ一緒に干す。輪ゴムはこのかける時もねやりやすいからいいですよね。はい、こんな感じで干しときます。はい、こんな感じでクリスマスローズまた再度ドライフラワーにします。今日のメダカです。メダカくん、元気です。ちょっと怖がってるかな、カメラが。水あげないと。水じゃない、餌あげます。このシンピジウム金稜片満開になってきた。なんかすごい可愛い、これほらねえ、ちょっとボケてるね。こうなんで、すごい可愛いね。まだまだつぼみが根元にいっぱいあって、でもこんなしだれて咲いて可愛い。これ私の知り合いのお庭の見せてくださった方からいただいてきたんだけど、すごい可愛い、嬉しいです。ちょっと最近の家の観葉植物事情、向こうの方に奥にね、これカルノーサ、カルノーサっていうホヤね、ホヤを、とても可愛い花が咲くみたいなので購入してしまいました。スパティフィラム植え替えた時小さいのあったからここにも植えて、そしてこれももう一つに、二つに株分けしたの。まあ、シダは大好きな系統で、ここにもダマシナもあるし、これミクロソリウムっていうシダなんだけど、まあ本当に綺麗なのね。ミクロソリウムっていうシダなんだけど本当に綺麗で、私シダ系がすごい好きだったみたいで、ちょっとこっちに行ってみると、これねスパティフィラム分けたやつ、なんか私が育てるとすごい葉っぱ広くなっちゃって、スパティフィラムの細いシュッとした葉っぱじゃないよね、はっきり言って。なんでこうなっちゃったのかわかんないの。さてさて、これね、これシダの仲間だと思うんだけど、あまりにもこの葉っぱに魅了されて買ってしまったんですよ。これはね、ブレイクナム、ナムシルバーリーフ、ブレイクナムシルバーリーフっていう名前が覚えられないけど、そういうシダの仲間です。ブレイクナムシルバーリーフだ。そうそう、そういうシダの仲間です。いろいろね、増えちゃったりもしてるし、外に出してすっきりもしたんだけど、ちょっとね、光が、まあ、この辺はいいとして、このスパティフィラム、これ斑入りなんだけど、これで斑入りじゃない葉っぱが出たら切ってくださいね。その斑入りじゃない葉っぱの方が強いからね、そっちばっかり増えちゃうんで、とにかくこの斑入りのスパティフィラムは、何しろ斑入りじゃない葉っぱが出たら切っちゃうことですね。ベコニアも育ってきてるし、
あとここ挿し木下のこの子たちが結構ついてんじゃないかと思うんですよね。引っ張ってもちょっとしっかりしてきて抜けない感じだし、外にも出して植えないとね、すごい挿し木いっぱいしちゃったでしょ。2階からちょっと紫根のボタン持ってきて、これちょっと外に植えますね。鉢が小さいので植え直し。あとこの斑入りのハイビスカス、これが大元で2階から持ってきました。あと挿し木したのが、ここだ。またあるから、挿し木したのはこう丈がちょうどいい感じなので、これもちょっと大きな鉢に植えて、多分2本ずつ生えてると思うんだな。こんな増やしちゃってどうするのよって感じなんだけど、ちょっと大きな鉢に植えて花が咲いたら誰かにあげてしまおう。もう最近このこれかわいい、毎日見てるんだけど、これつぼみみたいなの出てきた。マランタアスアマゴリス、マランタアマゴリスっていうやつです。珍しい観葉植物なんだけど、これ買ってよかった。だってこの裏が紫でかわいいしさ、こんないっぱい花芽みたいなのが出てきた。どんなになるんでしょう、楽しみです。モン吉は結局こっちは表なんだけど、新しい発泡は裏を向いてるので、まあそれもいいかなと思って、鏡に映ってるしね、いいことにしました。ちょっと縛ってるところが見えると汚らしいけど、これもちょっと日当たりのいいところに持ってきましたね。サンスベリウ、水やってみた、久しぶりに。はい、ポニーテールくんはいつも通り。植え替えて新しい新芽がこうなんかピュンピュンって出てきました。ちょっと美容院に行ってきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。すごい綺麗でしょ、この金稜変っていうシンピジウムと、こうやってグラスに刺すパンジーおすすめです。ではまた。